J1 のベガルタ仙台は18日、クラブを率いる小山隆史監督が今季限りで退任することを発表した。ラブの公式サイトで伝えられている。今 C の J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料をお試し実施中、小山監督は、クラブ公式、意図を通じて、1年間どんな時もチームへの熱、ご声援をありがとうございます。今シーズン、リで退任することとなりました。なかなか思え、多様な成績を残せず、不甲斐ない気持ちで、いっぱいですが、まだ我々には、試合が残って今、ホームでの勝利を目指し、全力で戦い抜きま、ので明日もチームへの熱い後押しをよろし、お願いいたしますとコメントしている。小山、ただしは2015年に、愛媛 FC の監督に就任。2017年から2019年までモンテ、伊予山形を率いた。そして今季から仙台を率っていた。仙台は、現在、最終節を残して16位。今季は、格とプレーオフがないが、小山監督の下で1。でも、順位を上げたいところだ。りょう。